カメラだとどれくらい映ってんだろうね。ほんと暗いよこの道。対向車がたまに来るんで怖いですね。ライトは常にこれハイビームですからね。ハイビームでこれですからね。あーはー、サブ扱いでいいよな。もう BGM 入れてどうのこうの編集する気力わかんの。どうせ BGM エンジン音で書き消されちゃうしね、この手のやつ。そこでこんだけ山道登ってると、あれですね、この時間に来るとめっちゃ明るく感じるね。昼間だとめっちゃ暗く感じたけど、面白いもんですね。おおおお、ブラックめっちゃあって、さっきバイカーズか出てきたところですね。この先あもう工事やめてますね、あー暗っ、うー卑怯来てる感あるね。ああ、これはかなり卑怯だね。うわあ、すごいね。あそこ神社なのか。ちょっと夜行くと怖いね。来てなかったね。まあ、これあれだよ。全部画面のね、ここで見てくれる人がいると思ってね、これからねこういった話をしてねモチベーションを保ててますけどね。もうこの際、3再生でもいい。うん。付き合ってくれる人がいたら、それで十分です。
っとありがとう。君たちのおかげで頑張って運転できてるよ。だからここら辺サムネイルどうしようと思っとるよ。またあれやる？あれいつだったっけ？あの真っ暗なところで使える画像なしみたいなのしたことあったよね。ガーシだよ、あのあれだ、三重県最三重県最東西南北端駅、いや三重県最東西南北駅が、完全制覇の旅って言って一番南と一番東と一番西と一番北の駅に行こうっていう企画でしたね。をやった時に一番南から一番西の駅に向かってた途中の、あの南伊勢とかあなたが走ってた時ですね、あまり真っ暗すぎて使える映像が何もなかったっていう、その前の回が一瞬映ったあの路肩にいた鹿っていう、しかもほとんどぼやけて映ってないっていうね、ひどい、ひどかったね、あのシリーズ。音の編集、あのイコライザー処理もまだだいぶあの下手だったんでめちゃくちゃうるさいしね。ここまで来た、まだまだあるよ、まだまだ高いね。くれよくれ、まあ、結構くるわ、ああそうか、工事車両か、イエーイイエーイ、すげえよ、路肩結構深いから路肩はみたら終わりな、これダメだね、うわ、幸い後ろからつつかえてないのはいいね、単独走行なんで自分のペースで走れますからね。ちょっと車来た、フライヨーフライヨーフライヨー、うわうわうわえげつないよ、えげつないよ、今回ちなみに3日がね、まるっと時間空いてるんだったらワンちゃんこのまんま福井の方泊まって、神奈川とかあっちの方のね、わー電車でペアッと移動して、あっち今回はね北陸シリーズにしようかなと思ってましたけど、ちょっとねあまりにも崩れる子がね、セットにするにはこいつがちょっと、単品しんどかったなっていうところがあって、今回はもうこれの、単品で行こう。鉄道要素が多分2回分しかないけど、全員30回ぐらいになってんのかな、この感じだと。待って、6時間ぐらいは、6時間は回してるでしょ。そうすると6、ほぼほぼ使うとして、6、36、360分だから、そうするとうちのところの計算でいくと全36回ぐらいか、やばくない？まあサブちゃん回すとして途中をね、あ、まあサブちゃんか、サブ砲扱いのやつにするかね。わ、上めちゃくちゃ掘ってる、トンネルすげえな、
ドイツの方もここをスターッと行くんですね。すごいな。そしたら多分物流の行き来もだいぶ盛んになるでしょうね。まあ間にあったさっきの九頭竜湖みたいなところとか、ああいったところはあれかな、ちょっと大変かもしれませんけど、あとこの先になんかドライブインありましたけど、ああいったところはね多分、今よりも交通量がね、この下道を使う人が減っちゃいますからね、それでも大変かもしれませんけど、全体としてはかなりプラスになるでしょうね。